こんにちは、後藤由紀子と申します。今回は出張春 in 日暮里や美濃を開催するために岐阜県に参りました。うだつの上がる街並みに佇む日暮里や美濃小花町は、和紙が作った街に合うをコンセプトに、築100年以上の古民家をリノベーションして2019年に開業した町屋ホテルになります。素敵。ベースとなったのは明治後期から大正初期にかけて建てられた美濃和紙の原料問屋のお宅。お茶をこよなく愛した文化人でもあった松久氏が建築当時5年の歳月をかけて完成させたこだわりの数寄屋風の木造建築となります。こちらにはギャラリーやカフェスペース、和紙ナリーという和紙のお店もありました。ギャラリーではカフェラテをいただきました。とても香り高く美味しかったです。また岐阜の良いものをいろいろ集めたコーナーなどもありました。期間中はたくさんのお客様にご来店いただきましてありがとうございました。また一緒に出店してくださった方々、楽しく商品を拝見させていただきました。松井由紀子さん、お世話になりましてありがとうございます。和紙ナリーはワインの世界を楽しむように和紙の世界を楽しんでほしい、そんな思いで和紙の専門家を備えたスタッフが和紙ソムリエとなって現代のライフスタイルに合った使い方を提案くださいます。本店和紙ナリーなんですけど、うちがマルジュ製紙という機械好きの和紙の製紙会社で、そこの直営なんですけども、なんでうちの和紙のずらっとこう販売していて、であと地元の美濃の手すき和紙職人さんたちの、手すき和紙もいろいろと紹介と販売してます。表示見てもらうと紙の名前だけじゃなくて下に職人さんの名前とか工房名が書いてあって、で上見てもらうと写真がずらっとあるじゃないですか。はい、これは美濃の手すき和紙職人さんで、要はどの紙が誰がすいてどういう人なのかっていうのもやっぱりこういう、なんだろう、生産者の顔が見える。そうですね、嬉しいですよね。やっぱりそういうのもしっかり、うん、すごい素敵。蔵にあるのはやっぱり、蔵自体ももともと和紙の原料問屋さんの原料蔵だったので、ここに和紙の原料の酵素が大量に保存してあった酵素なんですね。やっぱりそこを使っているので、やっぱりなんだろう、ストーリーね、やっぱりこれ以上ない形です。いいですね、余すとこなくちゃんと。そうなんです、多いですけどね。うーん、強いですね。陶器もですか？あ、これは、うん、あの和紙とは直接は関係ないですけど、美濃焼の、あ、美濃焼、はい、陶器で、このお花を、うんですね、購入して、まあやっぱり飾るのにやっぱりここまでセットになって、はい、美濃で全部、はい、素敵です。あ、ありがとうございます。はい、2階も拝見します。和紙の工芸品は返しやはがき、半紙などをはじめ、このような照明器具もいろいろとあり、柔らかな光に包まれていました。また和紙のマスキングテープなどもあり、今風な風も感じました。
今回泊まらせていただきましたのは離れの2階建てのお部屋になります。吹き抜けの居間も気持ちがよく、壁には和紙の作品が飾られていました。中庭があって露天風呂までありました。お風呂があります。すごい。こちらは沼津ふるさと納税の返礼品でいただいたコーヒー豆です。我が家では夫御用達のお店で、かのこさんのお庭もお仕事させていただいています。ミルク粉で挽いて毎朝美味しいコーヒーを入れてくれます。残りは水筒に入れて仕事に持って行っています。こちらのコーヒー豆はフレンチとブレンドとイタリアン3種類が詰め合わせになったふるさと納税になります。情報番組で知った山梨県の桔梗というお宿のランチを食べるために夫と旅行に来ました。最初は日帰りの予定でしたが、ランチが金土日限定ということで思い切って今回はお泊まりにしました。海と違って山中湖はとても穏やかで、お天気も良く、富士山が普段見ている角度が違った角度から見たので、はい、なんか違う山な気がしましたね。最後に旅の詳細をまとめたノートのリンクを概要欄に貼っておきますので、よかったらご覧くださいませ。